こんばんは。今日これで行こうかな今日これで行こうかな。本当に痛い。なんかたまにさ、こうさ、ゴロゴロするみたいな、なんか多分傷ついてる、眼球が傷ついてるんですよ。こういう時がたまにあるから、今日はこれでいきたいと思います。今日はこれでいこうと思います。あるよね、そうさ、あ、痛みもらっちゃうのあるよね。痛みもらっちゃう系です。え、全然無理とかじゃないよあの、これ普通に日常生活の中であること、普通にあるんだけど、配信してるからこう表向きになるだけで、普通にたまにあるやつ、たまにあるやつ。ちょっと待って、あのさ、電気も悪くないかも、電気も悪くない気がする。あ、余計なんか、あ、電気全然違う、電気全然違った、電気がしんどかった、電気がしんどかったんだ、よかった。電気しんどかった。こんばんは。なんか目こすりすぎてちょっと痛いのかもしれない。こんばんは。あ、サイン会まだ応募してない方はサイン会ぜひ応募してみてください。まだ応募してない方は応募してみて。サイン残り10枚10人の方10人の方サイン欲しくないですか。まあなんかもう奇跡の10人みたいな、ね、そういうことだよね。そういうことです。ありがとう。サイン欲しいよね欲しいよねってことです。こんばんは。昨日は昨日の飛行機トークしていい昨日の夜の飛行機トークしていい、ダメ、もうやめた方がいい昨日の夜の飛行機の話したらダメかな、さすがに。なんかもうしすぎ。こんばんは。昨日は主翼に
給油する動画見てました。昨日は私欲に給油をしてる動画見てました。おーおおおでも結構なんかあそこの羽の部分に入ってるって知らなかったから衝撃すぎて結構楽しく見れましたね。燃料入れてるの良かったですね。結構良かった。そう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 給油してました。お見送りの飛行機が来たって言いませんでしたいなかったんですけど勝手にあこの人飛行機で来たっぽいなみたいなそういうのはありましたよ。勝手にね。のん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 主翼に燃料入れんだよ。知らなかったの？知らなかったの？あの羽の部分に給油してんだよ。知らなかったの？いいですね。そう私も知らなかったんですけど結構結構ねなんて言うんですかいいじゃない衝撃的でいい良かったですね。羽ってそんな役割もあったんだみたいな。確かに飛行機って下にも荷物とか入ってるしどこに燃料入れてんだろうって思ってたら世界的にジェット燃料不足らしい。オーマイガー。じゃあ私が開発します。嘘そんな開発できません。嘘です。飛行機オタクはなんていうのかな。飛行オタ？飛行オタ？ジェットジェットウォーター。なんだろうね、なんだろう。確かにハッシュタグとかつけたいハッシュタグとかつけるときに確かに大事だな。それっていうか、あとはエンジンがエンジン2つの飛行機の片方のエンジンが壊れちゃって飛行してるやつ見た。エンジンってなんかバランスよく2個つけたのかなみたいな思うじゃないですか。違うんですよ。やっぱこう早くもそうだけど片方なくなってしまっても片方壊れてももう片方で着陸できるようになってるんですよ。それがまたすごくないですか。片方で着陸できちゃうんですよ。片方のエンジンがどれだけすごいかっていう、一つ一つのエンジンがどれだけ大切な役割を担ってるかっていうのが分かりますね。こんばんは。素晴らしいんですよ。素晴らしいんです。一つでもいけるっちゃいけるんですよ。そうそうなの。そうなんですよ。
嘘、背景がボケてる。なんでだろう、もう本当に素晴らしい飛行機っていいな。こんばんは。うん、ハートありがとうございます。そうだよ、飛行機オタクだもん。飛行機オタクだもん。でも調べれば調べるほどちょっとエアバスもまあいいよねってなってきちゃった。ボーイングには勝てないんですけど、ちょっと何回も言うけどボーイングには勝てないけど、ちょっとねエアバスもね、なんかちょっと結構、まあ、頑張ってらっしゃるなって頑張ってらっしゃるなって思ったり。自分的には今飛行機レベルどれくらいですか？2ですよね、2。なんか飛行機は本当奥深すぎて、こんな早く飛行機をコンプリートできるとは思ってないです。まだ2です。これサポロギが初飛行機だよエアバスは2つの国は入ってるよね。なんだっけ、向こうの方のやつだよね。あ、なんだっけ、2つの国が合同で作ってるんですよ。4文字ぐらいの国だった気がするんですけど忘れました。ボーイング派なのでボーイング派なので。100のうちの2ですね。どこだっけ、4文字の国だったんだっけ、4文字の国と4文字じゃない国の2つの合同だった気がする。でも4文字の国は絶対にあった。フランスだってやっぱ4文字じゃん。こんばんは。エアバスは私の推しボーイング777のライバルがいるんですけど、まあ同じぐらいの大きさが350なんですよ。エアバス350が同じぐらいの大きさのライバルなんですよ。負けてらんないんですけど777はもうすぐ終わっちゃう。でも普通の空港でよく見るのは777らしい。エアバスより全然売れてるっぽい。めちゃ売れてるんだって。ライバルってサータが言ってること公式ライバル、同じぐらいの大きさ、大きなんか飛行機にもいろんな大きさがあるんですよ。いろんな大きさがある。でその中でまあ例えばなんか10のうち10でかい特大の飛行機がボーイングにもエアバスにもあるじゃないですか。でもちっちゃい飛行機でもでかいですよ。ちっちゃい飛行機でもでかいですけど、こんばんは。飛行機でもでかいですけど、元でかいよみたいなね。なんかの飛行機が一番後ろの席、一番後ろの席が2列ずつになってて、
てな。今日はちょっと話は変わるんですけど今日はココアちゃんにいつも梅練りをもらってたんですよ最近ね。最近梅練りをこういつも公園の前とかにもういつも一個ちょうだいを1日5回ぐらいやってたんですよ。なのでちょっと私が一緒に買うときにココアちゃんの分も買いました。梅練りさすがに多分1袋分ぐらいもらってるのでお返ししたいと思いますお返ししたいと思います。でそれを送った頑張ってねってなんかラブメッセージ付きで2個こうやって持って、そう偉いねって言われると思ったんですけど多分1袋分ぐらいもらってるんですよね今までね。なんか普通にココアちゃん1個ちょうだい1個ちょうだい、何も言わないから本当になんか全然何も言わないの。普通になんか当たり前のようにくれるからだから1袋買いました。お返しチャンネルで、ココアちゃん結構さいろんなものくれるよね。どうもありがとうございます。ココアちゃんなら雪見大福1個ちょうだいも許されそう。でも私は雪見大福1個ちょうだいは許せるかも。そんな雪見大福好きじゃないからこんばんは、皆さんありがとうございます。雪見大福は3年に1回ぐらい食べたくなります。でも1個でいいかなくらい。タコちゃんありがとう。こんばんは。パピコ1本ちょうだい。気分によるかも。気分によってはあげるかも。なんか最近本当になんかそこまで物欲がなくて、前からあんまないんですけどこれ欲しいってないんですよ。だから最近はかき氷機が異様に欲しかっただけで、今までなんか何々欲しいみたいなのなかったんですよ。だからそれと一緒でなんか食べ物もそこまでなんか執着しないですね。やだーってならない。結局かき氷機もやめたしね、やめてしまいました。結局どうもありがとうございます。本当いいじゃんかき氷機、いいじゃん。まあなんか買ってみないとわかんないよね。ファッションには欲がないよ何もない。財布欲しいとか靴欲しいとか なんないんだよね。なんかお財布ももう中学校ぐらいからずっと一緒に同じの使ってるし同じの使ってるし、なんかたまにさインスタとかで流れてきて、あ可愛い水色のこの財布可愛いとは思うけど、なんかお金入れるものにお金払うってどういうことってどういうことってなっちゃって、あんま欲しいって思わないし、靴もなんないな。でも本当になんか洋服も欲しいって思わない。買おうと思わないし、洋服買いに行こうって言ってる人あんまよくわかんないんだよね。面白い女って言った？言ってる。でもなんか壊れてない壊れてない。お金かからない女なんだよね。そのお金かからない女がお金を使いたいと思うのが飛行機です。
行機です。飛行機に乗りたい。レッスンシューズとか定期的に買わないの？買ってないな。やばいな、なんか嫌だね。レッスンシューズずっと同じの使ってるって嫌だね。なんかごめんなさいね。ごめんなさいね。こんばんは。今のレッスンシューズは加入した時から使ってますね。でもなんかずっと嫌だなって思ってんの。今使ってるレッスンシューズが見た目で選んだらなんかすごいグリップ効いてて、回転する振りとかでレッスン上でやるとキュッキュッキュッって なるから、変えたいなと思ってるけど変えてない。なんか欲しいと思わない。買おうと思わないんだよね。普段履いてる靴はプレゼントでもらったやつ、洋服もプレゼントでもらったやつだから、本当にありがとうございます。ありがとうございますすぎる。でも最近買ったお洋服は自分で買ったレッスン着 T シャツ、可愛かったから買っちゃったやつ。なんかやっぱレッスン着が可愛いとめっちゃ上がりますね。こんばんは。あ、危ないよ、キュッてなってそのまま倒れそうになったりするけど、まあ私は重力に逆らえる女なので大丈夫です。いや、なんかミニマリストって言われるけど、ミニマリストほどミニマリストしてないかもしれない。物欲がない人。ただ最近買ったもので一番高価なものなんですか？なんだろう、リンゴ飴？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 あれスンギか、レスンギです。高かった。高かったなーって。高かった本当に。どうもありがとうございます。こんばんは。え、なに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 、あ、そういうことは重力ってこと？重力シンパシー。こんばんは。リンガーメンも結構高いよね。リンガーメン結構高くて、そのレスギーの次がリンガーメンって感じですね。どうもありがとうございます。ね、リンガーメンなんか今の時期はリンゴが小さいから安くなってます。だから普段リンガーメン挑戦しにくいよって人は今のうちに食べた方がいいです。リンゴ飴は650から750もあるくらいかな。でも850円ぐらいする時もある。お店によりますね。めっちゃお店による。リンゴ飴って量り売りなの？メルヘン、なんかお菓子の量り売りみたいな、なんかメルヘンな質問きた。リンゴ飴量り売りなの？メルヘン、やっぱりなんかリンゴ飴、リンゴ飴 20g みたいな、メルヘンだな。なんか1個だよ、1個売り。リンゴ飴って自分でも作れるのかな。今日ママが作ってたよ、サラのママ。サラのママがお家で一人でリンゴ飴作ってたよ。
難しいらしい。あ、そうなんだ。今日かき氷機の日なの？かき氷の日か。さすがにかき氷機の日ではないか。娘思い出なきゃさら思いながら作ってたかどうかわかんないですけどね。でも作ってましたよ。いちご飴も最初はいちご飴好きだったんですけど、りんご飴食べてからもうりんごですね。でもいちご飴も美味しい。で難しいって言ってた。難しいって。だからもうおすすめはしない。あとお鍋に飴がついて、それを洗って取るのも大変だからちょっとおすすめしない。その労力を考えたらりんご飴さんで買った方がいいかも。こんばんは。味も決まってるしね。こんばんは。どうもありがとうございます。まあ私の夢は永遠に飛行機の中で夜景を見ながらリンゴ飴を食べながら動画を撮って写真を撮って見ることです。本当にプリンとか作るときにお鍋でカラメルソース作るんですけど、その後の洗い物も結構大変。綺麗に流し込めれば別にいいんですけど、飴が少しでも残ってると痛い目に。ね、なんか飛行機乗ってみた動画みたいなYouTube やりたいこんばんは。結構お菓子系も作る。プリンは結構簡単に作れますよ。混ぜてこして入れて、あ、カラメル作って混ぜてこして茹でて冷やす。2年くらいで YouTube チャンネル欲しい。あ、そうだったんだよ。あ、固め派です。固めのプリンがいい。プリンは簡単だよ。さささっとやって、なんか分量を、自分の好きなプリンの分量を覚えちゃえばもう簡単。ただその自分の好きなプリンの味を味を再現するまでにちょっと時間かかるかも。3回目ぐらいで、なんか最初作ったの、なんか基本のプリンみたいな。そしたら結構なんか卵見なくて、私卵見ある方が好きなので1個卵を足してみて、そしたらちょっと甘さ足りないなってなって、お砂糖さし足したらちょうど良くなった。3回ぐらいでできる。こんばんは。お料理のセンスはあるよ。当たり前でしょ。当たり前でしょ。杏仁豆腐ダメです。杏仁豆腐めっちゃ嫌いです。杏仁豆腐の美味しさは本当に分かりません。鬼まんじゅう食べたことあるよ。で給食に出た。結婚しないけど、結婚はしないけど。最近お料理してる気配ないけど、お料理してるよ。言わなくなった。
あんまり。でもなんかツアーの練習とかしてるときは本当に作る時間なくて、めっちゃもう毎日のコンビニで買って練習場で食べて練習するみたいな日々だったから、ちょっと最近は本当に作ろうって思ってる。こんばんは。ナタデココ行けるよ。ナタデココひどし、なんかピスタチオのなんか名古屋駅になんかめっちゃ行列できてるパン屋さんがあるの分かりますか？めっちゃ行列できてるパン屋さんがあって、そこにこの前さつきちゃんと一緒に行ったので、そこでなんか生ドーナツのピスタチオ味みたいなの食べたんですよ。そしたらなんか私が知ってるピスタチオの味じゃなくて、なんかピスタチオの味ってなんだろうってなった。こんばんは。え、そう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 、ポップコーンの、そう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 、どうもありがとうございます。さつきちとは意外な組み合わせ。え、そうだよ、ちゃんと2人で行ったパン屋さん、そこ。まあ、なんでかっていうと名古屋駅っていうのはめちゃくちゃに広くて、私わかんないのでさつきちゃんに名古屋駅を案内してもらいました。全くもってわからなかった。もうなんかわけわかんなくて案内してもらいました。こんばんは。JR 側？もう何もわかんない。もうそうやって言われても何もわかんないレベルにわかんない。さつきちゃんサタンといるとどんな雰囲気になるの？いつも通り。いつも通りだよ。いつも通り。あ、サタン。あ、サタン。え、さつきねー。みたいな、そういう感じです。いつも通りだよ。さつきちゃんが変わるとしたらみやみちゃんの前かな。みやみちゃんの前だとちょっと お姉さんになる。免疫はね、そうなんですよ。ありがとう。ありがとう。こんばんは。でも大人になりましたみやびちゃんの前だと。なんかさつきちゃんがみやびちゃんに赤ちゃんだねーとか言ってて、赤ちゃんが赤ちゃんに赤ちゃんだねって言ってるけど、どっちも赤ちゃんだよって思いながら見てますね。なんかいつもミヤミムより自分の方が大人って言って、半年違うんだっけ2人。まあ半年ってまあ大きいかもしんないけどまあこっちからしたら一緒ですよね一緒ですよね。2人とも赤ちゃんだよ。サータンはペットは飼わないの？サータンね、ペット飼わない。なんか欲しいって思う時期もあったんですけど、ちょっと今の自分になんかその動物ちゃんの命を預かれる、一つの命を預かれる余裕はないなと思ってやめてます。なんかやっぱ難しいじゃん、一人だし。なんかペットを飼うことでまあいろいろ幸せなことってめっちゃたくさんあると思うんですよ。あるけど、それと引き換えになんか一人の命をなんか預けられるわけだから、なんかもっと17歳にはちょっと重いと思って飼ってないです。
こんばんは。そう。そうそう。赤ちゃんによる赤ちゃんのための声。そうそうそう。そういうことです。こんばんは。こんばんは。ちょっと大変だなって。どうもありがとうございます。そうなんだよね、ツアーとかもねあるしね。なんか今の自分が飼ったらそのペットの子がかわいそうと思っちゃう。本当に余裕ができてもう大丈夫だなって思ったら帰るかもしんないけど、今は無理だなって。学校もあるし大変になっちゃう。どうもありがとうございます。サタン赤ちゃんじゃない、もう17だから。もうどういう時にジュレイヤ感じますか。なんかことあるごとにテンション高いところ。これジュレイヤじゃない、ジュレイヤじゃない、普通に年を感じるのはことあるごとにテンションが高いところ。すごいな、二人とも元気だなって。札幌行った時も思いました。元気だなって。おかしいなって、ザラも元気だと思うんだけどおかしいなって。どうもありがとうございます。こんばんは。金魚すくいは金魚を飼える自信がないのでか、やったことあります。全部自信ない、全部自信ないから。こんばんは。いやちょっとサダはね無理ですよ。やっぱ難しいですよね。二人レベルにちょっとテンションを上げていくのちょっと難しいですね。もう移動中とか楽屋とかでもずっと二人で話してるから聞きながらすごいなすごいな、何でも楽しめちゃうお年頃って思ってます。こんばんは。何なら買えると思う。たまごっち、飛行機ですかね。飛行機なら買えると思いますね。サータン長生きしたい。でもなんか自分がいつ死ぬかってなんか決まってる気がするんですよね。決まってる気がする。だから別に長生きしたいとは思わないです。その時が来るまで楽しんで人生過ごしていきたいなって思います。思います。北海道でマリモ買ってきたらよかった。冬香さんと同じやつ。お前はまあ笑ってないよ。飛行機は自分でお散歩行くから結構大丈夫だと思うんですよね。あと多分お留守番させてもねそんなあれね寂しくないと思うし。ミサの目ちょっと欲しいかも。でも悲しいか。だってさ自分のさ家族とか見てもさ分かっちゃうわけでしょ。結構きついねそれ。生きてるうちにやってみたいことある。スカイダイビングとか飛行機を撫でたいですね。飛行機のこうヘッドの部分っていうんですか、撫でたいですね。
実家まあ、あのワンちゃんを2匹飼ってます。でも自分でお風呂入らないよ、飛行機。まあ雨の中自分で飛んでてもらってもうお風呂みたいな、そういう感じですかね。こんばんは。頭はあそこですよ、ちょうどこの顔のとこですよね。まあ給油はねちょっと自分じゃできなさそうだから やりますけど、やりますけれども。推し飛行機はあるのかって、ボーイングなななななななよ。トリプルセブンです。なんでか聞く、なんでか聞く。お尻が可愛いからお尻が可愛いからです。お尻がこうとんがってるわけでもなく、こうやって斜めってるわけでもなく、まっすぐにこうここね、シュッて切れてるのがまた可愛いですね。本当に可愛いですよ、すごく可愛くて、もうめちゃくちゃに可愛いので、本当に皆さん脂肪玉ありがとうございます。初めて乗ったのは何か分かんなくて、初めて乗ったのが何か分かんない、何か分からないんですよ。いつもありがとうございます。でもなんか乗りたい飛行機ランキングみたいなやつで77結構上位にいた、だから きっとみんなの乗りたい。29日休園って体調悪いの。そうなんですよ、あ、そうなんですよじゃないんですけど、その29日休園になれました。すいません、本当に。なんかもうさ、応募してくださってた方もう当たってる方もさいらっしゃると思うんですよ、多分もうそのレベルの時間だと思うんですけど、出られなくなってしまって、そう、みおさんが代わりに出てくださるんですけど、出られなくなってしまって、ちょっと待ってください。そう、まあ、なんかこう、なんて言うんでしょうか、なんて言うんでしょうか、ちょっと、ま、調子が丸くて、調子が悪くて、こうなんかツアーの時からなんかテーピングとかなんか結構気づかれてたっちゃ気づかれてたかなと思うんですけど、結構制服の目をやるには結構厳しいので、本当にごめんなさい。もうさ、そうでもこう決まったんですけど、せっかくめっちゃ久々の制服の目でみんなとも会えるし、
みんなに北海道のお土産持ってこって実は思ってたりしたんですけど、そうちょっと制服の目をやるにはちょまだ背中がちょっと万全じゃなくて、もちろんです、あさっての CBC は出ます、大丈夫です。本当にごめんなさい。ミオさんには本当に本当にありがとうございますって。こんばんは。お時間がない方も全然大丈夫です、大丈夫。ちょっと制服の目をやるにはっていう感じですね。本当にありがとうございます、みおさん。こんばんは。ありがとう、ツアー頑張った。ありがとう、ありがとう。みおさんもいっぱいスケジュールある中で出てくださるので本当にありがとうございますの感謝の気持ちを込めて、みおさん大好きという言葉で終わらせていただきたいと思います。みおさん大好き、またありがとうございます。見に来てくださろうとしてくださってる方も本当にごめんなさい。またいつか制服の上出ますから、ぜひその時当てるので、私が当てるので、どうもありがとうございます。私が当てるので、ありがとうございます。こんばんは。そう、まあ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 、ちゃんとちゃんとしてますから、ちゃんとしてますから、心配しないでくださいとか言っても公演を休んでいる分際なのでちょっと何も言えないんですけど、心配しないでください、心配しないでください。ここ休める時に休んで直す、これが私の今の目標です。こんばんは。あたり、まあでもあれですからね、本当にありがとうございます、ありがとうございますです。ね、今さ、今ね、こう今じゃん、休むとしたらね、また忙しくなってしまったらひどくなっちゃうかもしれないから、今のうちに休んで直す、気合で直す。こんばんは。
気合い、気合いです。いつもありがとうございます。気合いだあ、あ、ありがとうございます。何語か分かんなくなっちゃった。ね、本当にね、こうやってね、いろんな人に助けられて、こう人生っていうのはこう作られていくので、さあ、腰とか膝は大丈夫なの？大丈夫だよ、大丈夫だよ。腰と膝なんかやばそうだったサラ。なんか間違えたかな、なんか間違えたかな、もしかして公園でなんか間違えたかな、間違えた感じかな。あと、ありがとうございます。ふん、あ、そうなんだ。そうなん。待って。X ちょっと引用したい。少々お待ちください。引用したいです。グルコサミンのも、え、世田谷育ちの、もしありがとうございます。でも制服の前ジェラシーとか前傾姿勢になることだから背中にもこんばんは。え、グルコサミンの CM って私が年中さんとかの時の CM です。なんか幼稚園の頃のなんかプールの授業があったんですけど、授業っていうかプールの時間があったんですけど、その時になんかストレッチをするんだけど、その時にみんなでぐる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 って歌いながら膝回すっていうのが毎回やってたやつ。みんなでぐる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 グルコサミン世田谷育ちのって歌いながら膝回すっていうのがストレッチだったんですよ。だからちょっと世田谷育ち出てきちゃった本番は。え、そう、全員で歌いながら膝を回すって。
んばんは。何の海さん、何の海さん、こんばんは。結婚しません。あと、ありがとうございます。そうです、引用しました。本当に本当にごめんなさい。でもあれですから、そう、土曜日のおしましは大丈夫です、大丈夫です。しっかりリハーサルもして準備万端です。手を抜くとかしません手を抜くとかしないので普通に楽しんでください。こんばんは。ね、こう完璧な状態でまた制服の目に出たいですね。ただ手を抜くイメージは、ありがとうありがとう、ありがとう。その手を抜く件で言うと面白話があって、なんかツアーの名古屋の時に体調崩したんですよ。そのリハ期間体調崩して、でショールームも1日2日ぐらい休んだ日があったんですけど、その時のリハで心配だから、まあ、多少体調は悪かったんですけど出たんですよリハに。あ、熱とかなかったですよ。熱とかなくて普通に熱は収まって、もう体調がちょっと悪いみたいな時にリハに出たんですよ。で、あ、言ってなかったか、じゃあちょっと暴露になったで、なんかそう、でどこまで話したっけ、リハに出たんですよ。
でマネージャーさんとかにも、あの無理しないで 30%、 20% ぐらいで踊ってって言われたんですよ。でもなんかあの 20% のダンスが わけわかんなくて普通にいつも通り踊ったの。そしたらそしたらマネージャーさんにちょっとなんかあの元気すぎですって言われて、あのもっとなんかその心配してくださってるからもうちょっと落としてやってって言われたんですよ。でやったら分かんなくて、まだ分かんなくて20% の踊りって何ってなっちゃって、あのその会話を結構したんですけど、なかなか分かんなかった。ずっと分かんなくて、 20% ダンスを 20% にするってどういうことって思っちゃってむ難しいなって思って、でなんか 20% やろうと思うとめっちゃ振り間違えちゃうしもう困ったって なってました。困ったでしたよね、普通に。あ、そういうこと ?8 割が振りを間違えると 20% だもん。単純すぎ。こんばんは。どこを落としたら 20% になるのってなって、でも最近はちょっと分かってきた。ここをしたらって分かってきました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ね、なんかそう、でも私のあの私は本当に 20% とかにすると急に振り分かんなくなっちゃうから、いつも通り踊んないと振り間違えるんですよ。いつも通りやんないとなんか本当にめっちゃ間違えちゃう振り。ダメなんですよ、なんか手を抜こうって思うと間違えちゃう。そう 20% しなきゃに気を取られる。ね、わかる。だからこれぐらいの踊りが自分にとって何パーセントなんだっていうのをわかるようにしていきたいですしていきたいです。 10% って言われたら 50% のダンスができるようにしていきたいですこんにちは、いつもありがとうございます。飛行機に乗りたいよ。飛行機に乗りたいな。なんか過去に飛行機乗り放題みたいなのがあったらしくて、ないですかね。またどうもありがとうございます。飛行機の夢は見れてないです。見れてない。でも最近夢を本当に見ないんですけど、最近見た夢は、一番最近ね、貯金で見た夢はなんか自分のファンの、あ、劇場だったんですけど、自分の再利分持ってるファンの方がいて、なんか謎にその人しかいなかったんですけどその人が A 列の神邸から4番目ぐらいに座っててその人がもうなんか誰かは分からなかったんですけど、誰かになんかめっちゃなんか吸い込まれてってて誰か先輩を見てなんか
って吸い込まれてて、やばいやばいやばい、歯の人剃られるってなってて、頑張って踊るんだけど、もうそういう人がもうなんかもうめっちゃ吸い込まれちゃってて、あ、比喩表現ね比喩表現、もうなんかで、もうその人にもう目が釘付けでってなってて、でその人をどうにかあのこっちに、こっちを見させるためにめっちゃ頑張って踊るんですよ。もう死ぬほど踊るの。でもあの全くこっちを見向きもせず、ただただ吸い込まれてるっていう夢見ました。サーヤさんかな、サーヤさんに吸い込まれたかも。サーヤさんだった気がする。うんってなってた。夢っていう夢、夢です。こんばんは。サラのサイリウム振ってるんだけど、サーヤさんにもうでも吸い込まれちゃうレベルで見てる夢、夢見ました。夢見ました。メールだけ送ります。今日の今日の朝届きました、メール。届きました。よしよし、二度目ありがとうございます。そう、お腹すいた、めっちゃお腹すいてて、お腹すいたって打っちゃったの。初めてかも、初めてじゃないか、お腹すいたって言ったの。でも、もうお腹すいちゃって、もう超お腹すいてて、もうリアルタイムでそれをお届けした。めちゃくちゃお腹空いてる時にお腹空いたって書いて終わりました。どんな返信が返ってくるか楽しみです。でこうやって楽しみにしてるメールに限ってめっちゃ返信少ないとかあるので、ちょっとお願いして、それはあの後食べれなかったですね。ちょっとスケジュールがあって2時ぐらいに食べました。2時ぐらいあ、どうもありがとうございます。2時ぐらいに食べた。もうお腹がペコペコだったよ、あの時。お腹がペコ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 で落ちました。もうペコペコな中打ったので、どうもありがとうございます。なんて返していいか分からないときは返信既読がいい。え、全然いいよ、全然いいけど、全然いいけど、もう全然いいよ。なんならキーでもいいよ、キー。
つもありがとうございます。飛行機に乗りたいな、飛行機に乗りたいな。飛行機に乗りたいな。飛行機に乗りたいよ。なんか新しい飛行機情報ないかな。そういえばお買い物リストさんはまだいる？いない、いなくなった。お買い物リスト送ってくる女の子でしょ、いなくなった。どこ行っちゃったんだろう。え、どこ行っちゃったんだろう。あれあれ、めちゃめちゃお買い物リスト送ってくる女の子でしょ。いや、女の子だと思うんだけど、名前的にね。もうなんかネジとかまで書いてた子でしょ。ネジ買い物リストに書く人あんまいないよね。ネジテープ、人参みたいな。面白かったけどさ、結構前にいなくなっちゃったかもしんない。もう本当に初期の1ヶ月ぐらいだけ毎日お買い物、間違えて取っちゃったのかな、もしかして1ヶ月だけってことは。ネジ、テープ、人参だった日が一番印象的に覚えてるんですよ。ネジ、テープ、人参。でも結構なんかネギの日もあった、ネギ、トマト、豚肉みたいな日もあった。何作るんだろうなとか思ったりとか。え、多分お買い物メモだと思う。だから多分私の間違えて取って、誰かと間違えて、えなさんとかと間違えて取って、全然興味ないからお買い物リストに使ってたとか、そういうのあると思います。特会には来てない、来てないと思うな、来てないと思う。そういう世界観の人来てないから。こんばんは。あ、無料の時、じゃあ無料でお買い物メモにしてたのか。納得だ、納得、それは納得。無料だからやっぱメモにも使えるのかな、そういう楽しみ方もあるのか、メールに。なるほどね、メール返信の名前もわかるよ。設定してる名前わかるよ。こんばんは。こんばんは。本文に書かないでもわかる。でも多分このショールームとかのお名前と違う名前を設定してる方がいるのならば、書いてもらわないと一致しないかも。こんばんは。メールは本名でやって登録してるけど、その普段はなんていうの、偽名みたいな、ニックネームみたいな使ってるよっていう人は書いてもらわないと、新しい方かと思う。こんばんは。どうもありがとうございます。こんばんは。
なんか今日2位の人いない。2位の激風白土なんかたまにあるよね。いなくなっちゃった系なのかな。2位になるだけなっていなくなっちゃった感じかな。こうやってねたまに壇上がねこう1人いなかったりする。あ、今日2人いない。2人いないな。どこ行っちゃったか。こんばんは。ご視聴ありがとうございます。そういうこと？でも戻ってきてない。なんかさ、こういうのあるんだよ。いなくなってしまってるのか。こんばんは。メダありがとう。リップありがとう。リップがいっぱいあるよ。ありがとう。氷もありがとう。ありがとうございます。私は LJK です。早く JK から卒業したい LJK です。JK から卒業したいです。最近はもうとにかく早く大人になりたいって思うようになってるので、 JK から早く卒業したいです。やっぱJK ブランド、なんかね、そこまで JK ブランドあんまね、なんかあんま別にそこまであれかも。私 JK いいでしょって思ったことはない。あー、学割大事だ。早く18歳にならないとやっぱ契約できないし契約とかできないしってなってきて、まあどうもありがとうございます。契約はやっぱしたいですね。いろいろやっぱ契約したいですよねいろいろ契約したいですよね。こんばんは。やっぱ18歳になるとですね、やっぱあれができますから、夜お出かけできますから。これの何がいいかっていうと、飛行機の遅い便にも乗れるってわけですね。一人でめちゃくちゃ遅い便に乗れるってわけですよ。わかりますか？遅くに乗って朝に着く便に乗れるってことですよ。わかりますか？これの良さわかりますか皆さん。
やばい、また飛行機来たの、嫌がられてるな、なんか。あ、夜のドンキは怖いよ、絶対に行かないゲームセンターとドンキには絶対に行けません、行けません。なんで飛行機？飛行機が大好きだから、世の中で一番好きなものが飛行機だから。飛行機にこう自由に乗れるようになるし、嬉しい。リンゴ飴と同じ同じレベルだから、多分今プロフィール更新したら全然違うこと書きそう。好きな言葉、飛行機、リンゴ飴みたいな、なりそう。だって今プロフィール何？趣味、飛行機を見ること、乗ること、リンゴ飴を食べること、特技、飛行機、竹馬。将来の夢、飛行機の中でリンゴ飴食べること。好きな食べ物、リンゴ飴。好きな言葉、飛行機、リンゴ飴。一言メッセージ、飛行機とリンゴ飴が好きです、みたいになっちゃいそうなんだよね、結構普通に。いや本当に飛行機とリンゴ飴がこの世で一番素晴らしいものだっていうことに気づけたこの SKE での半年間はもうすごく素晴らしいものになりましたし、やっぱりなんかこうやって意味のわかんない話を聞いてくださる人がいっぱいできたことも私の宝物です。半年間ありがとうございました。でもなんか半年半年言ってるんですけど、もう半年経ってるんだよね。全然もうさ7月でしょ、だって10月に入ったから11、12、1、2、3、4、5、6、7、もう9ヶ月経ってるなんかめっちゃ半年半年って言ってたけど、もう9ヶ月も経ってんの、やばいな。こんばんは。やば、生誕艇飛行機とかやばくない？それめっちゃ熱くない？こんばんは。飛行機追いかけて卒業しないか心配になります。いや飛行機に乗ってスキー人生を歩めばいいんですよ。え、確かに X のプロフィールに飛行機大好きって書こう。いい？いい？飛行機にハマってますって書いていい？書こうかな、どこに書こう。これ鈴木さらです、千葉県出身、飛行機大好きいいこれ飛行機大好きって書いていいの？これ飛行機大好き書いたやった、飛行機大好き、飛行機大好きって書いた書いた。こんばんは。飛行機大好きって書いてみた。いつか写真集出すってなったら海外とか沖縄で撮影とかあったり、うん、飛行機で撮影したい変えてみた。飛行 SK48 チームケツサダこと鈴木サラです、千葉県出身、高校3年生17歳、飛行機大好き、イエーイ、飛行機大好き。なんか見づらいから1個減らしたいな。の
なんか見づらいなこれ。こんなものか。え、でもなんか嬉しいです、なんかこうやってめっちゃなんか大好きって書けるものができたのが本当になんかもうワクワクすんぞなんですよ。もう本当に最高最高。そのうちキャッチフレーズ飛行機になりそう。まあそうしたらまあもうね、もうなんかもうまあそうなる日も近そうですけど、飛行機の離着陸、離着陸と、でもさ飛行機がいいな、飛行機皆さんをサーダンに、サーダンの心に着陸させたい飛行機系アイドルサーダンこと鈴木サラです。どう、飛行機系アイドルどう、やばいあなたのハートに緊急着陸こんばんは。いやーいいですね、めちゃくちゃ良くないですか。いや普通にいつか変わるかも、いつか変われそう、いつか変わってもおかしくないですねこれ。いやちょっとやばいですね、もうすでになんかもうてかもうサインもちょっと飛行機風にしていきたいなって思っちゃうレベル。飛行機に染めていきたいんだけどさ、ダメ？なんかさあんまさ飛行機にさ興味ない人からしたらさあんまさこうのめり込めしすぎてもさなんかあれかなと思うか、まあみんなが一緒にハマってくれればいいだけなんだけど、いいんだけど、今のキャッチフレーズ、リカちゃんが好きみたいなこと言ってた。え？じゃあ買えなーいじゃあ買えなーい。みんなの主役にサラの愛を補強してね全部詰め込む、それ全部。いや本当にさ、なんか本当に飛行機なんかもうなんかこんなに飛行機が愛おしく見えるのってなんかやばくないですか。やばくない、もう愛じゃないこれって。私の飛行機への気持ちは愛なんですよ。これもう可愛くて仕方ない、もう飛行機がもうとにかく可愛いし、なんかもう飛行機に一生乗ってたいと思うし、もうなんか最高、飛行機最高、飛行機が最高。こんばんは。飛行機最高すぎる、飛行機かわいい。できればね、できれば飛行機かっこいいと思う。いや可愛いの方が強いんだよね飛行機。頑張ってるなーとか、うわーツルツルーってツルツルで丸っこくて可愛いとか、わ尻尾がちょん切れてて可愛いとか、
思う。可愛い本当に。本当にすごい。お人はそういうものです。人生変わるような出会ってよかった。もう飛行機に出会えてなかったら私の人生はもっとなんか平凡だったかもしれない。でも飛行機に出会ったことによってこんなに世界が明るくなって、あ、もちろん皆さんと出会ったこともあの世界が明るくなった要因の一つですよ。だって皆さんと出会えてなかったらツアーも行けてないですから。ツアーに行けて飛行機の良さを知ったってことは、元はといえば皆さんの、あの皆さんのね、私への愛が私の人生を華やかにあのしてくださってるってことなんですよ。だから飛行機と皆さんは一緒です。皆さんは飛行機と一緒っていう自覚を持ってください持ってください、持ってください。ぜひ。飛行機とヘリコプターは違う。全然違う、全然違う。え、飛行機と出会って1週間なの？待って、まだ1週間も経ってないじゃん。やばい、最高。まだまださ飛行機のこといっぱい知れる今だから、きっとさ飛行機を全部知り尽くしてしまったら新しい情報が来ない限りこんなにワクワクすることはないと思うんですよ。今この何も分かんなくてこの一番いろんなことを知れる吸収できる時期がもう一番楽しい、きっと。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に飛行機、でもやっぱ飛行機って言って思いつくのはやっぱりアナのナナナナナナなんですよ。飛行機かわいいって思いついてパッて思いつくのがやっぱ推しなんですよ。でそんな推しに乗りたいです。普通にでもさ乗る時間がない、乗りたいのに乗る時間がない。飛行機の図鑑買う？待って、飛行機の図鑑なんてものあるの？調べる。飛行機の図鑑だって、ちょっと飛行機の図鑑、飛行機の飛行機図鑑。乗り物図鑑しかなくない？これなんて調べれば出てくる？待って、飛行機の図鑑調べてる。あ、ある、日本の旅客機。やばやばい、これ何？うわ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 、ボイグなーなーたがたる。すごい、待って、新中央空港って私がちょっと乗ってみたいやつ、私が乗ってみたいやつです。新中央空港、あ、航空だった、間違えた新中央航空、私がアナの次に注目してます。嘘、アナの次は嘘、ちょっと嘘ついた。でも一回乗ってみたいって言った店員が19人のやつです。プロペラ機、プロペラ機のプロペラ機と飛行、プロペラ機なんだけど飛行機のみたいな形してるの。そう、伊豆諸島の
までのプロペラ機をやってる会社。こんばんは。こんにちは。初めて来たけど、サータのショールームってこんなに面白い。ありがとう。見てってねー。でも待って待って待って、でもやっぱプロ、あ、これ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 、時やってさ、結構最近のやつだよね、新潟のやつだよね、時計屋って。時計屋は確か、時が新潟の鳥なんですよね、確か新潟の鳥で、新潟のやつでしょこれ、新潟の時計屋でしょこれ、そうでしょ、新潟でしょこれ。もうやっぱりやっぱりこれ、トキンヤって新潟のやつなんですけど、あれがかっこいいよ、見た目が。そうだよ、空港会社って新しいのあるんですよ、新しいの。新潟です、確か LCC だから、みんな新潟行った時はこれ乗ろう、乗れるよ LCC だから。どうもありがとうございます。そうそう、新潟空港が拠点だと思う。そう、貨物はあんま興味ない。貨物はあんま興味ないんだけど、どちらかというと旅客の方が興味あるんですけど。もういいなー、やば、これちょっとカート入れとこう。あ、待って、売り切れてるんじゃないこれ。やば、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいい。なんかこれ伝わるかわかんないんですけど、飛行機の写真とか見てもらうとわかると思うんですけど、やっぱ離陸した後のこうちょっと斜めに走ってる飛行機が一番かわいいんですよ。これ見せたいけど見せられないから手で表すと、こうやって空に向かってこうやって上がってる飛行機が一番可愛くて、まあ、こうやって平行に行ってるやつもまあスマートでかっこいいんですけど、一番はちょっと斜めに撮られてる写真が一番かっこいいんですよ。こんばんは。こんばんは。そう、わかる？こう頑張ってるこの斜めの、ここまで斜めだとちょっとあれだから、こんぐらいの斜めのこう羽がこうやって羽がこうやってなってる、こんぐらいが一番可愛くて、着陸の斜めはまた違う。かっこよさで言うと離陸の斜めの方がもう今から行くんだこの子ってなる。何、月刊エアラインって何、何、月刊エアラインって何、わ、何これ、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、なに、なにこれ、
出た、これこれ、で出た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 、このあれね、これね、わあ、わあ、やっぱかっこいい。下から見るのもかっこいいんですよ。下から見るのもかっこいい、下から見てもかっこいいですから、もう本当にかっこいい。サインが残り8万円まで減ってる、大丈夫。そう、あのサインゲットしてくれるか安心して、飛行機の話しよう飛行機の話しよう。そう、もう本当に本当に、えっ、エアバスが表紙じゃんこれ。350、めっちゃタヌキ、めっちゃタヌキ顔だった、タヌキです。違う、こと別じゃん。わあ、かわいい、かわいい。え、そうなの？そうなの？ボーイングには勝てないんですけど何回も言いますけど、ボーイングにはあの勝てないですけど。どうもありがとうございます。こんばんは、ボーイングには勝てません。こんばんは、おしゃありがとうございます。戦闘機はあんま見ないです、かほぼ見てない、完全に旅客機見てる。貨物も全然見ない。でもなんか旅客機が好きなら旅客機が好きなら貨物も見た方がいいと思うんですけど、ちょっと貨物はあんま興味がなくて、やっぱ人を乗せてるのが一番好きなんですよね。でもなんか飛行機好きを語るに、あの貨物も好きじゃないとあれかなと思うんですけど、皆さん的にはどう思いますか？飛行機好きって言ってるのに貨物興味なくて旅客機しか興味ないっていうのは良くないと思いますか？貨物もやっぱ見た方がいいですかね？どうですか？あ、そういう見方？いい？完全にさ、人乗せてるのが好きなんだよね。人乗せてるのが可愛いんだよね。そうだよね、楽しみたい。そうしよう。そうしていこう。貨物はそこまで興味が出てない、まだそこまでですね。こんばんは、ねえ次飛行機いつ乗れるかな、乗りたい早く。そう、貨物あんまり興味持ててない。なんか貨物の中を知らないからかな、貨物機の中がどうなってるかっていうの知らないからかな。飛行機の中はさ知ってるけどさ、貨物機中やばい、こりゃいいや、こりゃいいわ、
こりゃこりゃいいね、これ。オーマイガー、これまたいいね。いいね、これ、これいいね。なんか乗りたい、貨物機に一人で乗りたい。一人で貨物機の中に寝たい、寝っ転がりたい、ベッド持ってって。ちょ、いいな。ちょ、貨物もいいな。いや、貨物いいな。ちょっと貨物いいな、いいな。いや、貨物の良さちょっと分かっちゃいました。分かっちゃった。なんかさ、この写真か、あっ、777F って書いてある。もしやさ、これ何、これ777なの、これ。結局さ、777が好きなんだ。777の貨物機の中の写真めっちゃ好きだもん。スマートすぎる。スマート、めっちゃ白でめっちゃ綺麗。スマート、スマート、こんばんは。めっちゃスマートなんですけど、わあ、ここのど真ん中にベッド置いて寝たいですね。それがいい。そうします、そうします、そうしますとか言ってますけど、できないんですけど、いいな。なんかいいな。やっぱさ、なんか非現実的っていうかさ、非現実的で、非現実的なところが好きなのかな、飛行機の。まあ見た目も好きなんですけど。頑張ってください。こんばんは。まあいいな。いいな、いいな、飛行機いいな、飛行機乗りたいな、飛行機に乗りたいな、飛行機で公演やりたいな、飛行機の中でハートブレイカーズとかやりたいな。ハートブレイカーズ飛行機の中でやったらエモいな。もうね、普通にさ、行きたいんですけど、そんな早く飛行機に会いたい。1週間前のサータンどうだったか思い出せない。やばい、やばくないそれ。ね、なんか今出てきた47のさ、空いてるやつ出てきたんだけど。待って、転生で飛べーで飛んでいっちゃい、だって。待って、転生の飛べーって飛行機飛べーって意味だったの。やばい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 、飛べー、離陸ーってこと。やばい。こんばんは、どうもありがとうございます。やばい、もう今日のジェラシー見よう、ジェラシー見たい。まあでもだって STU さんってもともと船だったじゃないですか、劇場が。ってことは飛行機もできなくはない、できないか、できないか、できないか、そっか、できないか。飛行機、飛行機に会いたい、早く飛行機に会いたい、飛行機と写真撮りたい。こんばんは。確かに札幌以前のサラちゃんどんなだったかは。え、こんな感じだよ、素質はあったよ、飛行機好きのね。全てはこのために始まってたから、やっぱ生まれてきたのも飛行機に出会うため。
なんだっけ、なんちゃら生まれてきた理由、それは飛行機に出会うため、なんちゃらかんちゃら離陸しよう、なんだっけ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 、絶対違うんだけど、なんだっけなんだっけ、もういいじゃん、なんだっけなんだっけ、いや本当にやばいですね、普通にやばいですね。あ、家族の食卓がないので、まあ一人で飛行機の離陸動画見ながらご飯食べてます。まあそういう人もいるからさ、そういう人もいるから、こんばんは。いやもう本当にやっぱり飛行機かわいいよ本当にさ、でもそのレベル、そのレベル、え、かぶって未成年買えるの、絶対買えないでしょ、17歳だよ。いつもありがとうございます、こんばんは、こんばんは。あ、なんちゃらな、それは飛行機に出会うため、なんちゃらかんちゃら離陸しようじゃないなんちゃらかんちゃらなんちゃらな、なんちゃらかんちゃら、17歳ですよ、私17歳ですよ、こんばんは。あ、そうなんだ、そうなんだ、なに、ボーイングの株価 180.07USD、 なんだ、あ、俺が生まれてきた理由、それは飛行機に出会うため、出会うため、次は、次はなんだ、次はなんだ、いつもありがとうございます、ありがとうございます、次はなんだ、次はなんだ、最初乗った飛行機はトライスター、いいじゃん、あれは何、なんだ、ボーイングだった、エアバスだった、何列目だった、エンジンの音どんな感じだった、バラありがとうございます、787アナが一番最初に注文したから作ろう、え、そうなの、やっぱ最先端だねアナって。787は本当になんかもう画期的じゃないですか、普通になんかもう新しい飛行機って感じがするじゃないですか、さすが、こんばんは。あと、ありがとうございます。いいなー、いいなー、こんばんは。え、そうなの、やばくないそれ、すごくない、じゃあギザギザもアナを頼んだんかな、こんばんは、ギザギザもアナが頼んだやつな、あ、どうもありがとうございます。
男女読みます。13位ラスカル、12位男の子、11位サータン、10位キャベツ T シャツ、9位魔法使い、8位トラ、7位サータン、6位モモ、5位ひよこ、4位サータン、3位男の子、2位松丸、1位サータン。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、早すぎ。とりあえず飛行機図鑑ポチりたい。飛行機図鑑やばい。もうなんかさ、飛行なんかこういうことなんだなって思う。その飛行機に関してだと、今までなんちゃら円って高いと思ってた値段が安く見えちゃうの。安く見えちゃう、飛行機系だと。飛行機図鑑、飛行機図鑑、やっぱプラモデル欲しいよね。アナのプラモデルめっちゃ欲しい。これさ、意外と安い。でも737だ。737もいいんですけどね。737の可愛いポイントは皆さん覚えてますか？せーの、羽がカックンってしてる。わかる？今あの前回言ったからね。前回言ったよ。覚えてた？今覚えてた？737のお尻が可愛いのはそれ777ね。羽がカックンってしてるが正解ね。羽がこうカックンってしてますから。わかりますか？来週737乗りやす。エンジンの音聞いて逐一報告してください。逐一私に報告してください。エンジンの音が聞こえたら私に報告してください。録音して何どっかに送ってくれてもいいですよ。どこにも送れないけど。羽がカックンってしてるのが可愛い、これが737です。あとはお尻が斜め下に向いてますね。向いてるっていうか斜め下にこうなこうへこんでるっていうか、こういう感じなので、お尻が私の好きな777こうなんですけど、737こうなってるので、まあそこも味ですよね。羽がカックンってしてます。羽がカックン、待って、アナのプラモデル777ないのかな。777ないの。やっぱ、うっ、ピーチもある。やっぱピーチかわいい。ピーチかわいい。あ、でもエアバスだ。やっぱなんかエアバスよりボーイングの方が形がかわいい。かっこいい。スマート。イエイ。おやすみ。おやすみ。67と77つきます。バイバイ。今日もナイスフライトでした。イエーイ。フライトしてきました。バイバイ。バイバイ。フライト、みんなも落ち着いて着陸してね。みんなも落ち着いて着陸するんだよ。着陸は着陸はやっぱ大事だから、着陸するんだよ。頑張って、頑張って着陸してね。離陸は完了したから着陸すんだよ。バイバーイ。バイバーイ。